はい、どうもー、はじまきよしろうです。いや、多分ね、今 YouTube 界の中で一番うざいは始まり方するというやっぱりその、視聴者にとってそのやる気のないものは、見たいというやる気が出ないという。心理にかられ今ブラウザーバックしてる人が99、99%ということでね、悲しい現実です。いやー、まあね、うむつえーってみんな言ってるけどね、面白い人が一人増えただけでしょ。人たちが。 東海オンさんの動画あんまツボじゃないんだよなぁ、最近は。応援歌あんま面白くないでしょでも、チンチチンチンチン、チンチチン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 チチンチチンチチン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 は面白かったです。あと、サブチャンネルのいつもの、どあの、いたずら下りは面白いですよね。あれは面白い。うん。それだけ。でも、ウームってやっぱ面白くないです。ね水溜りボンドさんはサブチャンネルが好きですよ、やっぱり。 そのー面白いですね。まあもうほんとメインチャンネルクソつまんないですけどね。クソつまんない。まあでも万引き系とか結構好きですけどね。<laughs> いや、万引き、万引き動画好きですけどねってもうすごい発言だよね。うーん、面白いけどね。面白い。でも都市伝説系はやっぱ面白くないよな。怖い系とか俺見ないんだ。怖いもん大っ嫌いなんでね。っていうことでね。まあ、ヒカキンさん。 でもヒカキンさんとか、セイキンさんなんか、あのー、またくだらないもの紹介してるなって言って、柴田さんが言ってるけど、俺好きだけどね、くだらないもの好きだからさ、究極の卵かけご飯の機械とか好きだし、ハンドスピナー好きだし、うん、あとよくわかんないなんかミニお菓子キットみたいなの好きだし、意外になんか僕のツボ、まあ面白いいいなって思うツボを的確に、こう、オラオラって刺激ついてくれるのがセイキンさんです。まあヒカキンさんはね、 あのー、どんな動画見んだろうな特に見ないわ。見ないですって日陰さんね。うん。尊敬してるかって言われたらね、あんま尊敬してないですね。いでも、お前、メガネかけてるだろう尊敬。尊敬してるだろうって言われたらね、ちょっと恐ろしいことですけどね。メガネかけてるだけでお前、尊敬してるだ,だろうって言われ始めたら、俺ちょっと恐ろしいですよ。さすがに。世も末だなって思いますよ。いや、末に末末だわ。はっていうことで。 いやーまあほんと脱力すぎるよなマジでいやーここまでやる気のない YouTuber って存在するのかなーあーまあやる気はあるんすよしゃべる気はあるけどそれ眠い大きなあくびそのあくびはブラックホールの引力を持つ恐ろしいあくびあくび怖いあくびあ ということでね、ちょっとよく分からない歌を歌ったところで。ああ、俺もウーム入りて、ウーム入ってソフトバンクさんからの提供とかを受けて、1000万円くらい欲しいわー。マジで、マジマジで大手企業になると1000万くらい暮らしてからね。俺もね、企業案件で稼ぎたい。年に3万回くらいやりて。 えー、毎日企業案件をやりつけて、俺のチャンネル登録者数が100万人だったとして、まあ、単価がなんかウーム入ったかなんかで200万、200万でしょ。で毎日ゲームチャンネル合わせてやったとしたら、おすごい額になってる。14億円、年収14億になる。 毎日提供動画をゲームチャンネルとかにやり続けたら <laughs> <laughs> 単純計算でねこれ広告収益じゃ分かった100万円だけで考えてみますかサムコえなんでかけるサムコは 年収3億ですよ。で、広告収益とかいろいろ考えると、まあもっともらえると。年収5億か。でも俺な、22歳までくらいに20億貯めたいからな。20億貯めたらもう何でもできるでしょ。ファミチキ食い放題だよ。俺の幸せはファミチキでできているってことでね。あのー、どうでもいい。どうでもいい情報。どれくらいどうでもいいかっていうと、 要素生産率世界で2位は千葉くらいどうでもいいですね。はい、うん。まあこれはね、まあ前の前の塾の先生、塾の理科の先生に教えてもらいました。はい。ということで、次回の動画終わるかなっていうね、すごい恐ろしいこと言ってますよね。明日があると思うだよみたいなね、そういうセリフは俺はね、 言わないで皆さんもね、ハッピーな毎日にさしたいんでね、明日は多分美味しいもの食べれます。いや、今日は食べられないのみたいなね。いや、今日は食べられないのでこ,この首をこうピ,ーピ,ーピ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 ーってノコギリ状に落とすの俺好き。いや、今日は食べれないのみたいな。いや、なにそれみたいな。いや、なにそれなになにそれねそれ。マジで。でもやっぱりね、今ハマってる YouTuber は、レディオタック t v 迷彩シガレット。 明細シュガレットとレデュータック TV とか、高一 TV、ハマってます、三つ。あのー、悔しいけど面白い。でも僕の方が面白いんですよ、やっぱり。その、なんつうんだろうな、オーソドックスな面白さがあるんですけど、俺のは、新次元の面白さなんでね。うん。まあ、発展登場だけどめっちゃ面白いみたいな。でも、ぶっちゃけ俺の方が面白いですけどね。うん。でも、明細シュガレット、すごい面白いんですうん。面白いけど、 なんか、質問コーナーの最初に、ね、そのー、まあ、ああのー、いろいろ音源とか使いすぎてね、あの、いやらしい音源をね、流してしまってバンになるっていうね。<laughs> もうビッグもう頭おかしいからね。2週間バンになったからね。YouTuber として2週間バンはきついよ。うん。俺だったらアカウント作り直すわ。 俺もね、今まで一度も番になったことないとって言ってるけど、もうそういう、それ言った次の日番になるぞ、うん。そんな攻めてないんで僕。喋ってるだけなんでね。本当に。もうテク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 喋ってるだけ。もうそんだけの人間ですよ。まあ、喋りたいから喋ってるってだけですね。おっと、終わりそうになってもう7分だぞ。やばい。ああ、俺今日朝食食ったんですよ。ね。バターカレー風、バターチキンカレー。 バターチキンカレー風カレーですね。なやそれカレーじゃないみたいだよね。もうちょっと。バターチキン風ザルそば型、ザルそば型、ザルそばあれなんだっけ、ザルそば型ハンバーグカルボナーラ風味だっけ。すごい名前だよね。 ニュニュニューニ地が高いえでもぶっちゃけチョコレートスモーカーズジョンレのいなくなってどうすんのつまらないものがよりつまんなくなるじゃん恐ろしくないそれ逆にえただでさえチョコレートスモーカーズって超つまんないよ超つまんなくなるじゃんまみこぶじゃないでも全然つぼじゃないんだよなまみこぶ俺はね あと4分で明日のジョーが始まる。ズッタッタンあの、明日と4分で明日のジョーが始まるの。アベマ TV で。いや、そういう宣伝じゃないから。って言って、この動画出てる時は3日後、4日後とか3年後とかなんですよ。もうその頃にはね、あの、明日のジョー3672みたいなのが出てるかもしれないよね。毎秒更新されていくアニメみたいなね。あ、でも毎秒投稿してええよな。 でも、なんつうんだろうなーその、動画出さなきゃっていう状態には俺しないんで、俺動画出さなきゃって思ったら動画投稿しないんでね。天の尺なんで動画投稿しなきゃって思うたびに動画投稿しなくなるんで。でも最近チャンネル登録者2人増えたんですよ。いや、嬉しいなぁ、ということで。この感謝を忘れずにね、まあこれからもね、あのー、もうね、もうたわいもない動画を撮っていきたいと思います。まあ僕はただ話すだけ、それだけですよ。もうそれだけ僕の成長日記みたいなね。うん。顔上だけっていうね。 ドゥッチッドゥドゥチッドゥドゥドゥということでねあらしオン言わないってえ、ね、やっぱくどいじゃないですかあのくだりを毎回やるとなってちょっとくどいやはりくらいなくとほうじほうじちょ鼻くそほうじほうじ パンパパポ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 ンパパンパパンパパパパ。入院したくない。ベッドで死にたくない。即死で頼むぜ。即死で頼むぜ。痛いのはごめんだ。苦しむのはやだ。活動自粛しますって。 まあ暴力振るったのは悪いけど、自粛しなんてしなくていいだろ。待ってる人がいんのだってさ、じゃあ分かった。動画あげるわ。